大谷翔平選手の驚異的な活躍は、ウクラ病院の患者である、少年アルバートに奇跡を起こし、大きな驚きを与えました。大谷選手は、感動的な贈呈式を開催し、この少年に大きなサプライズを用意しました。試合前に、大谷翔平選手が突然現れ、アルバート少年は、驚きのあまり目を大きく見開き、信じられないという表情を浮かべました。目の前で、大谷選手は、ユニフォームにサインをして、アルバート少年にプレゼントしました。 しかし、それだけではありませんでした。大谷選手は、アルバート少年にこう語りました。今日は来てくれてありがとう。今日は君が初球を投げるんだよ。このメッセージは、アルバート少年にとって、まさに甘い、衝撃でした。アルバート少年は、憧れの選手にあえて信じられず、何があったんだ。彼は本当に大きい。30秒間息が止まったような気がすると言いました。この感動的な場面は、 球団のソーシャルメディアで忘れられない光景というキャプション付きで共有されました。始球式では大谷選手が補給役を務め、アルバート少年が初球を投げました。スタジアム全体から大きな拍手が起こりました。あるファンはこうコメントしました。少年の表情は最高だ。大谷選手の笑顔にも涙が出てしまう。本当にサプライズだ。二人とも笑顔が輝いている。別のファンもこう語りました。アルバート少年はこの瞬間を忘れないでしょう。 大谷選手は彼の好きな選手だからこんなことが起こったのでしょう。本当に素晴らしいですね。アルバート少年にとって大谷選手は数多くの選手の中で最も好きな選手であり彼の夢を追いかけるべきロールモデルとなりました。この感動的な物語は心を揺さぶる写真で記録されています。この感動的な物語は心を揺さぶる写真で記録されています。 アルバートリー君は生後3日で心臓病と診断され生後13日目に心臓手術を受けました。その後彼はさらに2回の心臓手術と1回の腹部手術を受けなければなりませんでした。その小さな体と無邪気な笑顔を見ると多くの人がリーが耐えてきた痛みを思い出し心が痛みます。しかしファンはまた大家との出会いが彼が病気と戦うための大きな精神的な励みになるだろうと楽観しています。 大谷翔平は世界的なスーパースターになり、彼のこの行動は本当に美しいジェスチャーです。少年が大家を見た時の喜びはみんなを温かい気持ちにさせました。さらに、大家がこの日ホームランを打てばベーブ・ルースとの記録に並ぶという偉業を達成することになります。アルバート少年はその喜びを隠すことができません。この感動的な物語は心を揺さぶる写真で記録されています。これらの瞬間は彼の人生で忘れられない思い出となるでしょう。 試合前に大谷翔平選手が突然現れ、アルバート少年は驚きのあまり目を大きく見開き、信じられないという表情を浮かべました。その日、ウクラで行われた記念のボブルヘッドハイフイベントで、病院から来た少年は大きなサプライズを体験しました。アルバートは始球式に招待され、スイートから試合を観戦しました。アルバート少年にとって、大谷選手は数多くの選手の中で最も好きな選手であり、 彼の夢を追いかけるべき、ロールモデルとなりました。始球式では、大谷選手が補給役を務め、アルバート少年が初球を投げました。人間が本当に驚いた時は、彼らの本当の感情が顔に出ますが、この話では、それが明確に示されています。これらの瞬間だけでも、70億ドルの価値があるほど、美しく愛らしいものです。アルバート少年は、その喜びを隠すことができません。これは、スポーツが人々を結びつけ、 特に困難な状況にある子供たちにインスピレーションを与える力を持っていることを示す明確な証拠です。大谷翔平選手はアルバートに奇跡を起こし、スポーツ界のスーパースターであるだけでなく、周りの人々に喜びと幸福をもたらす人物であることを証明しました。子供たちへの彼の思いやりと、この思いやりの行為は彼をさらに愛され、尊敬されるようになりました。その小さな体と無邪気な笑顔を見ると、多くの人がリーが耐えてきた痛みを思い出し、 心が痛みます。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。